魔女は自然と宇宙のサイクルに従って生活する人たちで、年に8回大自然の季節の移り変わりを祝う太陽のお祭りシャバトを行います。シャバトのルーツは古代ケルトの季節を祝う儀礼で、もともとは魔女が焚き火などの大きな火の周りに集まり、巡る季節の移り変わりとともに神や女神を祝いました。魔女はシャバトの儀式を通して季節や命のサイクルを感じ、与えられている恵みや今生きていることに感謝を捧げます。こんにちは、パラレル宇宙子です。先日ね、魔女会がありまして、そこでね、魔女見習いの魔女のお弟子ちゃんがね、一生懸命宇宙子チャンネルを見てお勉強してきてくれたノートをね、彼女がまとめたノートをね、持ってきて見せてくれたんですけど、こういうことが知りたいんだっていうのがね、私も新たな、ね、発見がありましたので、改めてね、ビギナーウィッチさんたちに、有益な情報をねシェアできるように、まとめてね残しておきたいなと思ったので、今日はね、魔女会ってヨーロッパではサバトってね言われてますけど、最近はね、オンラインのコミュニティとかもう Zoom とかでね集まって、もう国や距離関係なくね、魔女会、サバトの形もね少し変わってきてるんじゃないかなと思います。魔女たちが集まるそのサバトの日、土曜日の夜だけではなく、1年を通して、祝祭の日であったりとかね、魔女たちが特に大切にしている日っていうのがいくつかあります。今日はね、その1年の中の魔女が大切にしている祝祭の日をねご紹介していきたいと思います。魔女のサバトは年に8回あります。サバトが太陽の周期に基づく祝祭であるのに対して、エスバットは月の満ち欠けに基づく祝祭です。月は1年のうち13回のサイクルがあり、満月と新月で年間26回行います。サバトの日と重なる場合もありますので、そうした時にはサバトを優先させることになっています。サウィンは最後の収穫と冬の到来を祝うサバト、別名ハロウィン。穀物に光を注いで衰えた太陽神が死を迎え、若者の国に行くとされています。女神はユールで、太陽神が生まれ変わるのを待ちます。この日は一般的にはハロウィンとして知られ、古代ケルトではこの日に1年が終わり、11月1日に1年が始まるとされています。1年の終わりと始めの境のこの日は、太陽の死と再生への準備に入る日です。この日から冬至ユールまでの間、太陽は光を弱め、新しい光を放つための休息をとります。この世とあの世の境界が薄くなり、死者の魂が帰ってくるとされる日です。西洋版のお盆で、先祖や亡くなった人たちの命に敬意を払うためのお祭りです。火を焚いて祖先の魂を迎え入れますが、火を焚くことは魔除けの意味もあります。ユールは12月21日頃に行われるサバト、衰えた太陽の強化と光の復活を願うお祭りです。冬至は1年で最も夜が長い日で、この日を境に昼の時間が長くなっていきます。ユールはサーウィンで死を迎えた太陽神が生まれ変わり、闇の終わりと太陽の再生を祝います。冬至に行われるこのお祭りはキリストの生誕日、クリスマスの起源ともされています。死と再生を感じる日、ユールは太陽を表すシンボルでもある車輪を意味します。冬至を境に日照時間が伸びていくので、魔女はこの日を太陽の復活点と考え、輪廻転生に基づく生まれ変わりの概念で新たなる誕生を喜びます。インボルクに行われるサバト、
春の訪れを迎える祭りです。インボロクではユールで生まれ変わった太陽神の成長と太陽神に命を与えた大地の女神の回復を祝います。ケルトの豊穣と火を司る女神ブリジットに捧げる祭りでもあります。キリスト教では聖母マリアの清めの日で、妊婦がキャンドルを納めに行くキャンドルマスという安産祈願の日です。春の到来と種まきに備え、古い不要なものを払って新しきものを受け入れる準備の時期。新しい始まり、浄化やインスピレーション、心身のデトックスに適した時期です。インボロクサバトでは、古きものは外へ、新しきものは内へと唱えながらほうきで吐くという所作があります。8つあるサバトの中でインボロクは浄化の意味合いが強いサバトになります。新しい始まり、新しいメンバーを迎え入れたり、新たにウィッカンとなるには最適の日です。オスタラは3月21日頃に行われるサバト。昼と夜の長さが等しくバランスが取れている時期。次第に若き太陽のパワーが闇を超越する光の季節を迎えます。物事の始まり、農作物の植え付けのタイミングであり、繁殖や成長を祝う時期です。オスタラでは春の訪れとユール、インボルクを経て帰還した太陽神、男神と女神の出会いを祝います。イースターとしても知られており、女神が産んで太陽神が温めて返した世界の卵を象徴しています。オスタラの時期には種まきが行われるため、目標や計画を立てるのにも適しています。オスタラサバトでは紙に始めたいことや計画、叶えたい願いなどを書いて、それを大釜に奉納するという所作があります。8つあるサバトの中でオスタラは種まき、何かを始めるという意味合いが強いサバトになります。春の花で飾り、若い女性を春の女王と指名して、お祭りの最後には筆にいっぱいの花束を持たせる伝統があります。ベルテーン、夏の始めを祝うお祭りです。別名ワルプルギスの夜、ケルト民族の火の神ベルにちなんで火を祀る集いが催されます。魔女のお祭りとして最も有名なこの祭りでは、ドイツのブロッケン山にあらゆる魔女が集まって、大きなかがり火がたかれ、魔女たちが踊り狂う盛大な宴が催されます。この時期には様々な精霊や妖精たちも現れるとされており、魔除けを持たずに森に入る人間は危険な目に遭うとも言われています。復活した太陽の輝きが農作物を育成することを祝い、かがり火から生じた灰を堆肥として撒き、豊穣のための準備を行います。ベルテーンの日に結婚式を行う魔女やペーガンも多いです。8つあるサバトの中でベルテーンは成長や豊穣の意味合いが強いサバトになります。メイポールという大きな丸太をリボンなどで飾り立てて、その周りをぐるぐると踊り回ったりすることも伝統的です。リーザは6月21日頃に行われるサバト、別名ミッドサマー。夏至は1年で昼の時間が最も長く、太陽の力が最も強くなる日です。魔力が最高潮に達するリーザに行った魔術はより強力になるとされています。闇に打ち勝ったことを祝い、生命の象徴たる太陽を称え、これから冬を迎える間にもこの活力をキープできるようにと祈ります。太陽が最も輝くこの時期にはハーブのパワーも最大化しています。夏至に摘んだハーブをさらにかがり火でいぶしたものはミッドサマーハーブと呼ばれ、その薬効も非常に高まるとされていました。また太陽や火の力が最も強くなるリーザは浄化にも適しています。リーザサバトでは抱えてきた悲しみや手放したい悪癖、病気などを紙に書き、それを大釜の火で焼き尽くして浄化するという所作も行われます。8つあるサバトの中でリーザは強化の意味合いが強いサバトになります。ルーナサは最初の収穫を祝うサバト、別名ラマス第一収穫祭。もともとは一番早い収穫祭としてのお祭りです。
夏至を境に日は短くなって太陽はその強さを失っていきます。また夜は日々長くなります。ルーナサでは最初の収穫を祝い、太陽神ルーへの感謝の祈りを捧げ、これからやってくる秋や翌年の豊穣を祈ります。収穫の尊厳と重要性を象徴するウィッカン、近代魔女宗のお祭りで、古いヨーロッパの伝統行事としては人型パンと藁人形を祭壇に捧げます。人型パンは太陽神男神、藁人形は大地の女神を表します。太陽神に見立てた人型パンを食べることは、その犠牲によって生かされていることを体感する儀式です。穀物の脱穀のタイミングでもあるこの時期は、不要なものを捨て去り、悪しき習慣を手放し身軽になることで、自身の実りと向き合うのに適した時期でもあります。メイボンは9月21日頃に行われるサバト、別名第二収穫祭。地球の位置が春分と反対側に来る日です。この日を境に太陽は年を取り、次第に弱ってきます。ルーナさんに続き2度目の収穫を祝います。太陽神は作物に光を与えていくため、さらに弱っていきます。メイボンで本格的な秋になり、今までの太陽の恵みに感謝を示し、今後は本格的な厳しい冬の到来で、しばらく闇に支配されるという理解のもと、光と闇、生と死などのバランスを祝います。今回は8つある魔女のサバトを紹介しました。季節を感じ、私たちが今この瞬間を生きていることに感謝するためのサバトです。ぜひ魔女の暦をご活用ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。